ライタ側の戦いは1246年6月15日にライタ側近くでハンガリー王ベーラ4世とオーストリア公フリードリヒ2世の軍が衝突した戦いオーストリア軍が勝利したもののフリードリヒ2世が戦死してバーベンベルク朝が断絶しオーストリアの西ハンガリーの領有権主張は自然消滅した戦闘が行われた正確な場所は不明である 同時代のミンネザング詩人、ブルリッヒ・ホンリヒテンシュタインによれば、それは、エーベンフルトとノイフェルトの中間であった。955年にレヒフェルトの戦いで敗北して、以降、マジャール人はドイツへの進出を諦めて、旧パンロニアにハンガリー王国を建国した。この王国の生誕は、ライタ側で、神聖ローマ帝国の両方下や丸く、辺境白陵と接していた。 1180年にこの辺境白薄は、シュタイアーマルク公国に昇格し、1192年以降バーベンベルク家のオーストリア公に継承された。これにより、オーストリア公国とハンガリー王国が隣接し、領土をめぐる衝突が頻発した。1241年以降、ハンガリー王ベーラ4世は、モンゴル帝国の侵攻に苦しめられ、モヒの戦いで大敗北を起死した。 オーストリア公、フリードリヒ2世は、この、ハンガリーの球場につけ込み、西ハンガリーのモション、ショプロン、バスバールを請求して、ハンガリーに侵攻した。一方、モンゴル軍撤退により一旦滅亡の危機を、免れた、ベーラ4世は、娘婿のハールイチボルイーニコーシロスチスラフ、ミハイロビチと共に軍勢を集め、ライタ側で、オーストリア軍を迎撃した。戦闘自体は、 オーストリア軍が勝利したが、フリードリヒ2世が戦死してしまった。その後、この戦いで、バーデンベルク家が断絶したことにより、オーストリアシュタヤー・マルク両国をめぐって、アールパード・アハンガリー王国とプシェミスル朝ボヘミア王国の間に、戦争が勃発した。1260年のクレッセンブルンの戦いで、ボヘミア王をたかる2世がベーラ4世に勝利して、 両国を獲得したが、1278年のマルヒフェルトの戦いで、ハプスブルク家、ハンガリー連合軍に敗れ戦死し、オーストリアシュタイアーマルクは、ハプスブルク家のローマ王ルドルフ一世紀のものとなった。結局、ライタ側は1918年のハプスブルク帝国解体までオーストリアとハンガリーの国境であり続けた。ありがとうございます。